ぱ。でももう帰んで。え？嘘。なんでよ。なんで。ひどいよね。死ぬ。リハ終わったの？今終わった。終わったよ。言い方。今終わりましたよ。いいよ。でも。今再起動してる。レイポンちゃんは再起動してます。はい、ツイッターでツイートしてほしいな。皆さんツイートしてください。レイポンは今再起動中なんで。再起動してる。え、電波1になったんやけど。でもいけるよ。ツキちゃんハートありがとう。ツンちゃんキノコありがとう。電波4になった。あ、お水取ってきてる。あ、いけそう。ここまで来た、ここまで。おそれ劇場それなる。え、嘘。劇場ちょっとさ、電波なさすぎ。うわ、待って、終わり。一回配信できるか。ねほうちゃん怖い話してよ。ない。ここをさ、2人で使ったらあかんのかもな、この部屋を。そういうこと。もしかして、あ、この部屋ほんまに電波あるよ。いける。よっしゃー。ちょっと下から目線ですみません。できたー。嬉しい。来ました、ぽんちゃんが。これ使うわ。じゃあ私マジで嬉しいんですけど、ほんま、え、アイライン入ってる。そう、で、リップもあるの。え、やば。こんばんは。え、でも待って、あ、行けた行けた。こんばんは。こうやっていろんなものを積み重ねていきます。セブンイレブンの果物充実みかん食レポお願いします。みかんゼリー食べます。大阪なくしか25待って、ボソボソすぎる。5個しか当たらなかったから、おつの完売して、ありがとうございます。お疲れ様って。マジですか。テロップ書くね。なんかそれっぽいみたいなのは聞いたんですけど、マジで最終枠って書こうと思ったら最終手段って言った。怖い。ちょっと怖いかも。若ちゃんが来てくれる予定。里政ペンライトありがとう。辰巳ハートありがとう。私は呼ばれてないのに来た。そう、うん、こんにちは、こんばんは。来るって言ったから。みんなお疲れ。ゆきのんの後ろに知らない人いる。え、もしかして反射してるほのぴー。ほのぴー。ほのぴーさ、うん、この間見たの、幽霊見た。どんな影だった？どんな影だった？普通に人って感じだよね、うん、じゃあ同じ人かも。マジ？レイは音を感じたよ。音が鳴ったの、配信中に。どういう音？どこで？ガサガサガサ、劇場でガサガサガサって。それは人がいたんじゃない？普通に。ちょ誰も反応してなかったもん、横におった2人。あ、聞こえなかったってこと？レイポンしか。そう、多分。そんなことない、絶対。なんでレイだけダメな？仲悪い。どうも、お疲れ、ありがとう。チャーラララーンラララーン。え？今の何？分かんなかった。分かった？タツニーハートありがとう。ダメ。分かんなかった。これダメ。さっき私もそれだった。ニハナがビクと思って。ひでみつさん、ありがとう。大阪の正解だったね。ありがとう。いや、マジで分かんなかった。嘘は良くないって。北野大地さん、かっこいい。ありがとう。ともみハートありがとう。どういたしまして。うん。え？これ美味しい。うん。あんたに言ってないんですけど。やったー。こんばんは。ゆきの怖い話好きなの？めっちゃ好き。ガキじゃん。そうなん？うん。え、じゃあ怖い話で持ち寝たんねんけど。ある。寝る前とかに心霊スポットの動画見てるよ。うん。大好きなの。本当に大好き。超大好き。出して。ね、レイの持ち寝た言っていい？うん。怖い話。ちょっとティッシュ一枚。いいよ。いいな。え、じゃあほんまに聞いてな。え、ま。言うで？みんな。想像してほしい。目つぶって一回。はいはい。吹きは目開けてていいよ。分かった。はいはい。皆さんも目つぶって聞いてくださいね。はい、聞いてます。どうぞ皆さん。A ちゃんと B 君がいました。はい。 A ちゃんは毎日マフラーを巻いていました。はい。寒い日も、うん、暑い日も、はい、季節関係なくずっとマフラーを巻いてました。はい。 B 君は、うん、その A ちゃんのマフラーを巻いてる姿を不思議に思ってある時聞いたんです。はい。どうして A ちゃんは毎日マフラー巻いてるの？はい。A ちゃんは言いました。同じ中学校になったら教えてあげるよ。なんでそんなもったいぶらんでよくない。なんで普通に意味がわからない。まあ、そんなことさするんかわからへん。それは本名ですかって来てる。あ、ちょっといいですか、進めさせてもらっていいですか。世界世界続けさせてください。はい。で A ちゃんがそう言ったんですね。うん。だから B 君はどうしても知りたくて同じ中学に入学したんですよ。なんで意味わかんない。なんでそんなことするの。やめて。もううるさいよ。同じ中学に進学したんですよ。はい。そしたらその時に A ちゃんにね、うん、B 君が聞いたんです。うん、同じ中学校に入ったから教えてよって。うん、はい。そしたら A ちゃんは同じ高校に入ったら教えてあげるよ。もう遠いやつ延期で。でそれで
B 君がね、どうしても知りたい、 B 君は、うん、だから A ちゃんと同じ高校を受験して、しつこい、怖いな、しつこい、知りたいの、同じ学校に進学したんですね、はい、うん、そしたらこあの B 君が A ちゃんに、うん、A ちゃん同じ高校に入ったから教えてよ、うん、そしたらさすがにね、そう、 A ちゃんはマフラーを取って、うん、そしたら顔がボトって、なんで笑いながら話せるのそれ、落ちたんでーす怖い、高速道路、拾ったのかな B 君、どうしたんだろう、その後が気になる、そのそこ後どうしたんだろう、だってさ、人の顔落ちた後冷静にできないじゃんこれが怖い例の持ちネタですね、クボちゃんペライトありがとう、ポンズさんロースクありがとう、笑っちゃった、なんか面白くて笑っちゃった、もうこの話さ、いろんなところでしすぎてさそうなの、結末自分で知ってるからさ笑っちゃった、もうレイもちょっとゲラだよね本当、ずっと笑ってるよねなんで顔が落ちたの、だって純粋な疑問、いやお前確かに意味わからへん、なんでさ、そんなマフラーでさ、させられなかったマフラーで、マフラーで繋いだってん自分の命を、意味がわからへん、もともと取れてたの、だから幽霊ってこと、幽霊ってこと、もともと取れてて死んだの、宿にさ進学してるってことはさ、え、そうそうそう、ちゃんとだってさ合格表に名前入ってるんでしょ、だからシートソーバーとかもしてるんでしょ、おかしいよねおかしいよねじゃあもっと怖い話したいよっか、久保ちゃんミラーボールありがとう、竹江さん保護者してるよ、久保さんありがとう、あんの、そんな、それを超えられるような、うん、あります、ないよ、よっか、うん、もういいって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 、何なの、行くで、はい、そんな意気込む、お風呂はどうしてたの、だって確かにマフラーおもろすぎる、確かにおもろい、そこはちょっと世界外やからやめてほしいな、そうだね、それは NG、ね、言うで、うん、じゃあほんまに次こそ携帯置いて、お願い、うん、ケント置いて、今ネットショッピング中だから今ネットサーフィンしてるから、あ、スノーマンかわいい、初見です、ありがとう、じゃあみんなもう一回やるから、もう一個言うから、チーネーハートありがとう、クボちゃんペナイトありがとう、もう一個言うからさ、みんなお願い、ほんまに想像してほしい、だから目つぶって、まず一旦パキは目開けてていいから配信してるから、あ、そうね、まあ、目つぶれるなら潰れてほしいけど、ね、まあいいよ、まあ、ほうちゃんはネットショッピングストップしてるから、はい、行くで、はい、うん、想像して、ほんまに想像してほしい、してる、してるめんどくさい、A ちゃん、 A ちゃん一家がいました、はい、家族でお出かけをしていたんですよ、また出た A ちゃん、もう A ちゃん本名で話してよね、A ちゃん、貞子ちゃん、貞子ちゃんの花子ちゃんにする、花子ちゃん、花子ちゃんがいました、うん、花子ちゃんは家族でね旅行に行ってたんですよ、うん、そこはそこは本当に家からそこはそこはそこはそこ、とても昔話それはそれは大きな桃がみたいな流れてきましたみたいな、怖い話させて、はい、でそこの旅行はとっても家から遠い場所だったんですよ、はい、なんか車で何時間もかけて行くような場所で、うん、新幹線で行け、でね車しかないの交通手段が、うん、それでと道を通ってる途中にあのお地蔵さんの像みたいな、うん、あるじゃん、地蔵みたいな、うん、あのちっこい神社みたいなさ、こう気軽にミニサイズの、よくさ神社の手前とかに置いてあるような、うん、気軽にお参りできますよみたいなちっこいお地蔵さんがおって、うん、で、まあ、それを見つけたから、なんかまあ車で通ってるけど車で通りながらお願いして、うん、A ちゃん家族は、うん、で、まあ、その場は、まあ、お願い事したなみたいな感じで去っていったんですよ、うん、そしたらトンネルがねあって近くに、でこうトンネルを車でグイーンって行って抜けたらまた同じやつがあるんですよ、うん、で、あ、またあったからもう一回お願いしようってなってお願いしたんですね。で、そしてまた進んでいくとまたトンネルがあって、で、もう一回通るとまた同じもあったね、地蔵があったんですよ、うん、で、あ、3回目やって、うん、だってもう一回お願いします、で、またこれまでグイーンと目的地まで行って、そしてまたトンネルが出てきて、うんうん、で、また地蔵がカットしてくれなんですよ、で、あれってなるやん、さすがに、さすがに4回もえってなるやん、見間違いではないね、そう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 、うん、でえってなった家族が聞いてる、えってなった家族がね、またこう、また、とりあえず車でグイーンってまた進みますと、うん、そしたらまた出てきたんですよ、地蔵さんがっていう話、え、なになになに、怖い、落ちないやん、落ち忘れちゃった、どういうこと、落ち忘れた、どういうこと、だからなんか自分がループしてんのか、もう
わからんくなるってこと。てか怖いじゃん。わかる？はい、赤毛のすみほさん、ハートありがとう。怖いでしょ。はい、ちいねえさん、ハートありがとう。地蔵のストーカー？なんなん、ハートありがとう。どういうこと？確かに。つりちゃん、きのこありがとう。トマトさん、きのこありがとう。ハッシー、きのこありがとう。怖いでしょ？ようちゃん、ハートありがとう。ちいねえさん、ハートありがとう。ありがとう、みんな。ございます。ちょ、花子やねんな、今日。劇場の怖い話、知ってる？オチ忘れちゃった。ある意味怖いって。怖い話っていうか。オチないのが怖いって言われても。常に怖いよね、なんか。劇場ってなんかさ、変な、ショイチハートありがとう。雰囲気感じるよね。そう、だからお地蔵さんがね、ノブノブ、ペナイトありがとう。赤毛のすみほさん、誰もありがとう。部長さん、レインボーしてありがとう。ヨウちゃん、ダロタさん、ハート、ありがとう。やっぱさ、このジュリーをモチベにレイは今レッスン頑張ってたから。その話を怖いっては怖い話っていうレイポンが怖いだって。でもちゃんとオチはあったんだよね。そうきっと。ヤシティさん、バラありがとう。ジュリーの怖い話はないのやって。ハートありがとう。ジュリーの怖い話は、クボちゃん、ミラーボールありがとう。ありますよ。何やろ。みんな話そっか。何やろ。あ、ガッテンの TikTok 上げたんですよ。ぜひ皆さん見てください。ガッテン承知。今プキの渚最高見て思い出した。ミラーボールが来たら渚最高を踊るっていう挑戦。え、そうなんや、うん、けどさ、こんなんしかしてない。前半しか知らんからさ。あ、ありがとう手紙。前半しか踊れないね。超のレインボースターありがとう。2週と50回の感じ。ヤシさん、キノコありがとう。ヤシさん、バラありがとう。じゃあゼリーの怖い話していい？どんだけあんの。 HK3384 さん、キノコありがとう。無理すんなって。ほんまに怖い話を笑って話すと良くないらしいなって。近寄ってくるよ。怖っ。お払いお払い。怖い怖い怖い。お払いお払い。怖い怖い。あ、シェアしてない。シェアします。ポスト。お腹なった？なった。バレた？うん。サビまでしか知らない感じ。ハートありがとう。サビの前半しか知らない。右の扉に誰かいるやって。右の扉って、まず右の扉って何ですか？爆笑。これか。怖い。どこでもドアじゃん。ねえ、怖いからやめてください。シンチハートハックありがとう。はい、トマトさん、レインボースターありがとう。ヤスさん、レインボースターじゃなくてミラーボールありがとう。シンヤさん、キノコありがとう。ダロタさん、ハートありがとう。お払いはしたことないけど、してみたくない？してみたくない。してみたい。だってさ、自分に今もしかしたらついてるかもしれん。見てほしい一回。でもさ、別にされる害がないからさ、お払いする必要なくない？それでだって肩こりとかがひどかったらどうする？ヨウちゃん、どうする？どうすんの？はっ！音がいた今。声でどこ行って。チーム、バラありがとう。でも手叩いたりするのがいいんだって。あの握手会とかさ、すぐ映っちゃうんだって。映画だから一回人人にだから私だから移動しちゃったこと。そう、だからこの3人のファンの方は一回握手する前にやってから握手してください。そうしないとちょっと映っちゃうんで。私らも一回さ、そうそう、お互いこうやってやってから握手がいいらしい。あ、あ、NNB 劇場で幽霊見た子はまだいない。もうみんな見てますよ。私もこの間見ました。違う、クマ来たから、タワー来たから。コノピーも見ました。何？え、劇場で幽霊見た子はまだいないって。いるよ。いるよ、ね、めっちゃ人間だったよね。これ裏映るから知らんけど、お互い違うから見た時。え、ホノピーじゃ、ホノピーって書いて。え、ホノピーへ。違う。ホノピーへ。ほのかちゃん。クマ、ほの送ってないんだけどな。違う子。ほんとだ。同じ名前だ。じゃあ、私にも手紙書いて。わかんない。今、パワー送ってくれたら。手紙書いてよ。じゃあ、この子もホノピーって呼ばれてんのかな。ホノピーって、だって私さ、ほんまにさ、ホノピーってさ、呼ばれてたもん、小学校の時。そうなの？え、待って。普通のさ、にあれがキャッチフレーズっていうか、ホノピーこと西田ほのかですよね。ホノピー。え、すごい。じゃあ、あのさ、入ったばっかの時、ホノピーでお願いしますって言ったってこと。違う。恥ずかしい。手紙書いて、ほんまに。愛の手紙。一回。ヨウちゃん、ハート500ありがとう。長文ね。じゃあ、生誕祭の来年の。一回手紙書いて。生誕祭で。やだ。レインボース、あ、だから、キノコありがとう。え、やだ。なんで？紙やるから書いて、紙。ダメ。客席でも出るらしい。それ言うよな、客席。え、だからさ、あれでしょ、あ、ごめん、こっち側がさ、あそこにいたよねみたいに言ってさ、いなかったみたいな。あったよね、一回。なかったっけ。レイさ、
やめてその顔、おるみたいな、誰かおるみたいな顔でみんな見てって聞いてほしい。レイナ、これは心霊とかじゃなくて普通にびっくりした話やねんけど、うん、レイが初めて見に行った時は、うん、公園を公園ファンとして、そう、一番前の列のさ、妹が来た、島席な、一番前の島席の、うん、一番端って今席として、うん、使われてないやん、うん、使われてたよ。で次行った時は使われてなかった。見てないな、見えへんからちゃう、あそこって。でもさ、レイマジ1週間後とかに行ってん、1回見た、うん、やめてよ、使われてなかった、いなかったんじゃない、そもそもレイポンにしか見えなかった。怖くない、怖くない、そう考えたら本校はこれマジで、これでマジレス来たらおもろい、なんとかのためですみたいな。何、あ、太鼓、クマタワーありがとう、書きます。めっちゃ人間だったらほんまに人なのよ。でもね、下半身がなかったの。え、怖っ、本当に下半身なくて、なんか上半身髪ちょうだい、なんか焦げ茶色の、でもあんま焦げ茶色の影で、あの黄金センター出る前さ、ちょっと待ってるじゃん横で、その時にパッて見たらメイクルームあんじゃん、あそこに人影がブワーンって入ってったので、しかも色が焦げ茶色で下半身がない、でも後頭部はちゃんとあったんです。びっくりしちゃって、うん、やばいとか思って。なんでそんな怖いの見たの？わかんないよ。見たくて見てないから。え、ちーたん怖い話。レイモチネタあんねんけど。サンさん、ロウソクありがとう。ひでみちさん、かわいいありがとう。ほしくん、レインボスありがとう。タッチさん、ハートありがとう。クマタワーありがとう。スイバルのアカティさん、ハートありがとう。ありがとう。チャイさん、ミラーボールありがとう。サンさん、ダルマありがとう。こっち側あげるね、こっち半分。テイテイさん、ハートありがとう。これは誰の？レイの。タケイさん、レインボースターありがとう。ポンピーとのコンビ名、ポンピーでいい？ポンピー。ポンピーってやばい。なんでだもん？ねえ、ねえ、ポンちゃん。ハートありがとう。ミマビーチも。なに？なんですか？レイとチータのコンビ名は何やっけ、チータ。ダロタさん、ハートありがとう。シンヤさん、キノカありがとう。タッチュンさん、ダルマありがとう。ツンちゃん、ミラボールありがとう。太鼓、レインボースターありがとう。ポンピーにさ、みんなポンピーに積もってるファンの方たちも。なんでポンピーってダメ？なんでダメなの、ポンピー。ね、ポンピー。いいじゃん。うちらプキピーだよ、だって。ミカちゃん、ハートありがとう。ピンポンやばい。ケイちゃん、ハートありがとう。確かに。こっち側書いていいよ、手紙。ポンピーです。小学生の時、友達の家でホラー映画見た帰りの22日のエレベーターとか怖かった曲ある。愛の手紙だから。え、友達とホラー映画、まあ、手紙書いエレベーターとか確かに怖いかも。私も昔は実家に行った時はダッシュで家の中ダッシュしてました。スイッチ来た時ポンピーよくない、やめて、それの後ろ座ったことある。いつもないのかな、うわ、こわ、え、これさ、これだよ、テンナの上半身かも。だからテンナのあれかもしれない、なんだっけ、テンナの、あのテンナの、なんだっけ、あの生き量かもしれない。あ、そういうことね。何が？どういうこと？可愛くない？ちんとさ、可愛いじゃん。名前関係ない。あ、誰誰誰？え、何してた？え、ダメだよ。何やってんの？タッチュンさん、キノコありがとう。ダルマありがとう。タッチュンさん、ダルマありがとう。タイコ、キノコありがとう。サンさん、キノコありがとう。キラリンビームさん、キノコありがとう。タッチュンさん、キノコありがとう。キングポンピーって何？キングボンビーやん。ハイゴレが間違って前に出たとか。もうね、そんな距離じゃなかったんよ。結構遠くて。うん、いいよ。そう。チーちゃんは、読んじゃダメだって。よかった。ねえ。ワンちゃん、何こっちがブリッジしながら長い髪の女性が追いかけてくるホラーの映画とかあるんやな。やそういうタイプのさ、ホラー映画は好きじゃない。もう怖い。してみたいね。あの目が急にぐるってなってるとか。スイッチはね。怖いけど、なんかその YouTube でなんか YouTuber とかがなんか心霊スポットに行ってる生配信とかを見るのが好きですね。やりたい。生配信が結構好き、心霊の。経験できみたい。ゲーム苦手やけど。落ちちゃうでしょ。私もあんま得意じゃない。ホノピーとコックリさんしてみて。嫌や。ホノピーなんかふざけ出しそうなんで嫌です。レイちゃん。トックリさんとかでトックリさん。
この時点で、この時点でトップリセーター。この時点で呪われます。千だるま100個ありがとう。トップリさん、トップリさん、明日の配信は何時にする？明日は6時から来れるかな。朝決めます。わかんないです。ちょっと手元になってまた、また後で載せます。食べます。だってもうえ、ホノピー見たいだって。ホノピーは NG 今。そうなの、うん、なんかね。じゃあちょっと一瞬やっしゃいます。いきます。3、2、1。なあよーちゃん本当に、はい、これはもうダメです。危ないので。あやみちゃんってなんなん。あやみちゃんいんの。え、どこどこ。あやみちゃんどこ。見つけたい。あ、うち来るか。行って、行く行く行く。えゼリー美味しい。チータンの家に来るんじゃないの。だってチータンさ、だってレイさ、チータンの家行くって話もう半年ぐらいしてるくない。え、じゃあ今日行っていい。今日めっちゃ急やん。今日はあの西田と新スポ行ったら楽しそう。気使わせんなって。ホノピー怖いの得意。え、あやみ桃鉄しようよ。無理無理だって。じゃあおもろいかも。配信予定決まっても、ね、今日ツイートできなかった。忘れてたんです。ごめんなさい。カツオさんこんばんは。こんばんは。ありがとう。いつもはツイートするんですけど今日はちょっとツイートするの。タッチューンさんバラありがとう。ごめんなさい。部長さん風呂敷ありがとう。ほしくんハートありがとう。ガッガサガッガサコラボやばい。帰る。シュークハート100個ありがとう。こんばんは。あ、そっか。ホノピジェットコースターも無理なんだ。でも私も無理ですよ。だからあのホノピーもホノピーと一緒に行く。遊び行く。じゃあ明日ね。レイさ、スイッチでさ、昨日じゃない、一昨日ぐらいにさ、一昨日じゃないわ、1ヶ月前ぐらいかな。ごめん、めっちゃ忘れた。1ヶ月前ぐらいにな、久しぶりにな、ぷよぷよやった。ぷよぷよ知ってる？ぷよぷよ。ぷよぷよ。ぷよぷよ。あっちじゃない？山田の方じゃなくて、あの。なんだっけ、アンドロイド山田の方のぷよぷよじゃなくて。ぷよぷよってさ、それだけだっけ。アンドロイド山田って何。違うなんかアンドロイド山田って妖怪ウォッチの話じゃないの。そうだよ、だ妖怪ウォッチぷよぷよじゃない。あ、妖怪ウォッチぷにぷに。ぷにぷにか。ぷにぷよぷよってなんだっけ。あれか、丸いやつ。あぷよ、ごめんね、のインテネーションがおかしかったわ。妖怪ウォッチがぷにぷに。じゃあ私は消しました。アンドロイド山田。アンドロイド山田でさ、妖怪ウォッチわかんの俺だけ。多分ちっともわかったよ、アンドロイド山田。やってた。何、わかんのか。当時当時やばい。そんなバカにしないでよ。バカにしないでよ。そんな視聴者だったのですから。マジで無理。22時までできない感じ。これ10時までやります。バイバイ、気をつけて。バイバイ。もうプニプニ消しちゃった。気迫な。10時までやります、私も。あ、ほんま。うん、やろう。バイバイ。いいよ。バイバイ。手にさ、チューしたらさ、こうやってやってる。え、待って、かわいい。ねえ、次それ来てくるとき教えて。やめて、やめて。本当に次教えて、それ。じゃあ、やめて。レイも餃子持ってる。今日餃子持ってる。違う、今日あれのエビを着てこようと思って。で、三つ編みでこようと思ったの。あのまんま。モロあれやん。うん。で、バケハ、そう。やばい。え、なあ。今日は。え、なんもない。なんもない。やったー、お願いします。妖怪王子&アンドロイド山田。そう、え、船橋やん。緑のユキノの推しキャラ持ってんの。推しキャラとかじゃなくても走り方が。来てきたことあった。アンドロイド古川です、はい、今日来てた。アンドロイド山田は私のツイッターの固定を見て、固定ツイートの動画を見てから、まあいろんな検索していただけるとわかります。ダメだよ。私の動画を見てからアンドロイド山田って調べてもらったら、もマリッパもえしよ。テンナが言ってきました。アンドロイド山田がギリわかるぐらいのとこまで妖怪ウォッチ見てたわって。え、妖怪ウォッチでも見てたんやけど。そうなんですよ。ズンちゃんかわいい、ありがとう。風船うさぎさん、ろうそくありがとう。ひでみちさん、きのこありがとう。えしちさんかわいい、ありがとう。風船うさぎさん、だるまありがとう。チャイさん、てんなで最悪。なんでこっち指差したの。こっちがなんか急に消えてる。あ、いいよ、ティッシュ求む。いっぱい拾って、怖いって呪われた。ダスイバラの赤店員さん、リンボさんありがとう。サンさん、だるまありがとう。誰か写真撮って。おもんないよ。ダメ、絶対ダメ。いつかの写真載せれへんよ、こんなん。バカバカ。じゃあちゃんとはめて、ちゃんとはめて。こんにちは。ちゃんとはめて。
映ってんの？え、じゃあこれ写真もらってくれた。あ、来た。あ、来た、姉さん。あ、来たよ。姉さんも。あ、姉さん。いっぱいいます。ありがとう。撮られた写真。山ちゃん、ハートありがとう。ありがとう、ポンちゃん。かわいい。ニキビできた。こんなに誰のこれ。待って、同じことやってる、シムノイで。みそにゃが来ました。みちゃんが1みたいになってる。みちゅ、ハート100ありがとう。なんか可愛いでしょ？そんな言わないで。言わないで。じゃあ、レイポンのとこにもお話しします。はい、こんにちは。太鼓、沖の子、ありがとう。今みんなでお話し中。つんちゃん、花束ありがとう。マーボさん、ハートありがとう。みそらちゃん、みそにゃ。え、怖い。心霊。怖いな。今その話しながら。雪です。違うよ。雲だよ。雲だよ。紫のろうそく、ありがとう。いや、映ってないから、顔しか映ってない。はがたりでー。チャインさん、チャインさん、おたこありがとう。キクヤンさん、ハートありがとう。ちょっと、もしかして、ちょっと見てください。見てください。ここ、あ、出てきました。これちったんだよ。セクシー。みんな、リハお疲れ様ね。本当にさっき終わったから、終わった瞬間超元気みたいな。じゃあみんな、バイバイ。バイバイ。わ、さゆきの差が違います。糸編に少ないだった気がします。違うかな。今リハ終わりだから営業はしないよ。お疲れです。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、あやみ見てる。あやみ、しぶしぶ。いけいけ。オッケー、いけ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 。うわー、やばい。一緒にいったよ、チーと。カオス状態が。後ろにめっちゃ怖い。はい、ほのちゃんです。パーリーないでしょ。あの、あやみがやほやほをラブだって。顎が四角いのがコンプレックス。シュッと、ここがシュッとしたいんですけど、なんか笑った時に、こうがいいんですよ、顎。けど、ここの骨が平らなんで、なんか、女子高すぎる。本当はね、こうがいいの。これ、けど、普通にすると、ここがね、四角いんですよ。それがね、すごく嫌です。リハ終わりやのに元気やね。リハ終わりだからこそ元気なんですよ。きっと。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとう。ひでみちさん、ハートありがとう。早く来て、こっち。部長さん、だるまありがとう。姉さんがやっと来てくれたよ。一日やりきった感あるので、そう。明日の配信時間は6時半。え、何時がいいですか ?6 時半にしようかな。あやみもにぎやかすぎる。ね、あやみに言われる。バイバイ。バイバイ。バイバイ。スノーマン、キノコありがとう。こんにちは。です。姉さん遅いよって。はい、こんにちは。二人の応援聞きました。はい、ありがとうございます。どっちも頑張れ。はい。え、じゃあかんです。なんか落ちたよ。あれ、あれ落ちた。ちょっとやめて。あれあれあれ。それでは一曲。じゃあマジであかんって。どうすんのそれ、大事なやつ。これいつ使うの、これの。ライブとか。バイバイって、ありがとう来てくれて。ゆうちゃん、ハートありがとう。6時半にしようか。壊れたらやばい。わかんない、みんな気をつけて帰りよーって。ゆうちゃん、ハート500個ありがとう。わかんない、なんかわかったん、違う。あの、なんか、つけるのよ、差し込む。最悪あった、ほんま。姉さん、ごめん、小学さんの頃の3人の間にしたかった。できれば6時半から7時の時だけ。リュウさん、レインボースありがとう。わかりました。お姉ちゃんに似てるんやろ、僕は。そう、ヒルダできるか分からへんねんな、明日。似てる、確認するね、お家帰ってから。いや、本当になんか顔が似てるっていうよりも雰囲気が似てる。え、わかる。え、でもさ、顔さ、ふとした時目と似てへん。なんか、なんか似てんねんな、顔も。なんか似てる。ゆうちゃん、ハート1000個ありがとう。その部類に分けたら同じところにいるみたいな。ユキの音と実はどっかで繋がってるんかも。いや、本当に姉さんがチータン叱ってるって。リアルタイムで配信されました。でも、レイコンはさ、お姉って、なんか誰か、誰にさ、お姉ちゃんと似てるって言われたか分からない。レイコンはお姉ちゃんに、なんか、全然違くない。違う雰囲気、全然違うよな。なんかもう、真逆って感じ。確かに全然違うねん、系統が。
お姉ちゃんは綺麗綺麗かっこいい可愛いみたいな。わかる。そうそうなんす。ねはるえみさんハート100ありがとう。可愛い。すんちゃんふるすきありがとう。誰か触れてくれるかなと思ってそれやったら今。やさん、わ頑張って頑張れ。ラブレターありがとう。ゆうちゃんきのこありがとう。バラも急な応援。今半分ずつ多分映ってるからどっちも応援してるよ。明日ねリハーサルはないけど何時までやる。10時までやります。山ちゃんあ、そうだ、ありがとう。芸研してるんじゃない。2人のコンビ名決まったって。わかったんとレイはわかれいです。あ、さっきこちらも来てた。何が、何だろう。若雪、雪若、ええ、何だろう。でもなんか若ぷき朝1時間して、ね、1時間30分ぐらいやっぱ、ゆけきのこありがとう。ゆけきのこありがとう。ゆけきのこありがとう。朝して、ゆけきのこ待って、ほんまにごめん。マジで鼻かんできて一回。一回退出していい。ゼラシャ可愛いね。何時間ゼラシマイで。マジでごめん。鼻すすりたい。ハガレイです。じゃあハガレイのモノマネしてやってて。レイポンの頭ポンポンしてほしいな。レイポンの頭ポンポンしてほしいな。ポンポンお願いします。ポンポンしたい。ポンポンしたい。ポンポンしたいです。はい。レイポンの頭ポンポン。みんなハッピーにするのはレイポン。レイの頭ポンポンしてほしいな。やっぱ怒られるレイポンのファンの方でほんまにあかん。ヤスさんハートありがとう。ひでみちさん。音符ありがとう。ヤスさんハートありがとう。確かにごめんね。レイポンの応援隊に来たので怒らないでください。あやき、あやぷき、あやぷきかな。なんだろう、あやみも確かに本当に。なんだろう。これ見せたんかな。見せてた。いっちーだるまありがとう。スタッフなんや。レイポンがすっごくすごくエッチな筆箱を持ってるんですけど、エッティーの筆箱を持ってるんです。ごめん。確かに、なんかお姉さん、ふき、私がなんかお姉ちゃんみたいな。わかったん、わかったん、わかったん、なんかさ、ちっちゃくなった。たむたむ、ありがとう、ありがとう。なんか赤ちゃんになった。わかった、何してんの、わかったん。人の配信映っちゃダメだよ。みんな何してたんですか、今。大丈夫、ハッピー、ありがとう。なんでもないよ。ちぃ。なんでもないよ。ちぃさ。なんでそんないつも犬のモノマネばっかりしてんの。なんでそこに触れてくるんだよ。お姉ちゃんとして恥ずかしい。私はバカは持ってここに。バカは恥ずかしい。お姉ちゃんお姉ちゃん恥ずかしい。今ポンポンしてほしい。今さっきのやつレイポの前でやってやってやってよ。何してたの。はい、ポンと弾ける笑顔、みんなハッピーにするのはレイポン。レイの頭ポンポンしてほしいな。悪意しか感じませんね、これは。もう怒られます。レイやもん、レイやもん。サンサンハートありがとう。じゃあ、ワカの挨拶していい。なに一度できね。レイ、ワカにやらせて。初見でしただけは私のライブで近づきしてめちゃくちゃ見てしまって可愛かった。ありがとう。ごめん、ごめんのは違う自分でいいんだよ。ほりほりいんのやろ。ふきちゃんは雪の妖精だもんね。そうだよ。自分の挨拶なんかポカ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 するのは何も覚えてない。聞きました。やってみて。ブキちゃんできるよね。できるよね。みんなのハートポカポカにするのはわかったん。わかの魅力は分かってほしい。適当。みんなひどい。分かってるよ。はい、あんたできるよね。あんたとできるよね。できるよ。ほら、いくよ。なごみの花。あー、そうだ、そうだ。わかの魅力分かってほしい。落ちちゃう。大阪出身19歳のわかたんこと、あばれわかです。もう耳がちぎれてまうよ。じゃあ、チーのモノマネしよう。何笑ってんの。ちょっと1花束ありがとう。青い花っぱに優しく咲くの。絶対これだよね。してるでしょ。それでしょ。優しく咲くのはみんなのハートに愉快な花を咲かせたい。いつも声長いっちゃうから。あれ何歳でやる。大丈夫。なんかいつもさ声調子悪いのかなって思うけど。いつも声めっちゃ高いから。これはどんなタイミングできるのか。ありがとう。違うんですよ。タイミングやろ。頑張ってるんだよね。すごいな。愉快な花を咲かせたい。キノコありがとう。キノコありがとう。すんちゃんバラありがとう。誰かクーラー消した。ダンサーさんめかわいい、ありがとう。よし、と
にやばい。ありがとう。ゆきペンライトありがとう。ぷきちゃんは。ぷきちゃんとありがとう。あ、ぷきちゃんの挨拶もちろん覚えてるよね。ぷきちゃんとさ、やったことないからさ。え、やっていい？いいよ。うん。隣だもんね、いつもいつも隣だもんね。めっちゃだよ、これ分かってるかな。いつもあのプキの挨拶は聞いてね、今やってるから、うん、そうだよね。いくで、ムクロさん、レインボーさん、ありがとう。ミスさん、かわいい、ありがとう。あ、ナンバに降ってきた雪の妖精はプキの違うよね。みんなプキなんて呼び出しちゃうから、本当に初めて見た人もいっちゃおう。もう一回いくで、ナンバに降ってきた雪の妖精は雪のみんなを、あ、また分かった、幸せにします。違う違う違うで、お前のことがいっちゃん好きだて。お前のことがいっちゃん好きだてだしね。いっちゃん好きだてだしね。いっちゃん好きだてだて。だって、いっちゃん好きだてやろ。だてね、いっちゃん好きだて。あ、だってお前だってなんだってやと思ってた。みんなに言われる、それみんななんか真似してくるときそれなんだけど、自分もだってやと思ってた。だてだてだてなんでだってさ、カフェラテみたいな感じで覚えよ。で、そうやって覚えてる。覚えなくていいんだよ。いっちゃん好きラテ、いっちゃん好きラテ、いっちゃん好きラテ。やすさん、かわいい、ありがとう。何か抹茶抹茶抹茶好きラテ。急に答えられたんだけど、抹茶とかやられたの。どういうこと、何どういうこと、あ、抹茶ありがとう。そう、あのな、ちーさんのモノマネは声が裏返ったら成功で。いっちゃん好きラテ。うん、待って。まやまつありがとう。重い、うん、重くないよ。チャイさんタコありがとう。ポンズさんキノコありがとう。チャイさんキノコありがとう。引きのように軽い。スンちゃんバラありがとう。あと誰のモノマネする、次挨拶誰がいい。え、テンナ、テンナ、テンナ、オッケーオッケーオッケー。いくで、うん、今日もみんなイケてんな、100点笑顔な、テンナ、みんなテンナに惚れてんな。惚れてんね、惚れてんね。なんかテナはちょっとなんかどやってる、うん、惚れてんな、めっちゃ長いしね、なんか、うん、みーんなテナに、あれさ、最初さ、なんか最初の自己紹介さ、ケーキだけで披露して、うん、みんなテナに惚れてんなって言われてた。みんなテナてかさ、今思ったら恥ずかしくない、みんなの前でキャッチフレーズ一人ずつやってた。面白しいな。最悪なんだけど。分かってほしい、張り切ってちゃんとやったからな、みんなチータも張り切ってキララルラ、なんかチータは最初からマジで張り切ってたやんか、うん、だからすごいアイドルやなと思って最初。だって最初はさ、みんな出来たてやから、うん、あの覚えて言うので必死やん。やのにチータはめっちゃメモってさ見てた。チータは青い腹っぱに優しく咲くのはちゃんと振り回ったよね。そうそう、振り回った。みんな結構さ、そう言われてたじゃん、ちゃんともうちょっとやってみたいな。そう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 、何なんか例えばレイやったらこうやってやったら可愛いよみたいな言われてんのに、うん、チーターはもともと振りがあるから、そう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 、本当に準備してきてた最初から。そうなのでちよ、何すごいなと思った。まあ、ヘイヘイやって、あ、来てる、あ、行きます。あ、じゃあ行きますから始まる。最近はちゃんと行きます。ヘイヘイ、波になろう、あ、真似出して一緒にだよ。これマナミに怒られる、怒られます。ヘイヘイ、一緒に波になろう、愛のマナミちょっとさ、夢の国のキャラクター出てた。みんなのハートを掴むのはマナミ。マナの魅力を、え、マナの魅力じゃあ、マカの魅力やな。自己主張激しすぎる。マナミ、チャイさん、リスありがとう、北野大地さん、ポーションありがとう、ジョーさんかわいい、ありがとう、山ちゃん、誰もありがとう、マナミありがとうございますじゃない。ありがとうございます。あ、だけど終わりか。うん、多分なんかもうさ、バカの魅力を分かってほしいがないと物足りなく感じちゃう。え、わかる。他の人のやるのでもな、勝手につけ足したくない、ね、混ざっちゃうよな、他の人の、うん、自分コエリの自己紹介得意だよ。ヨンちゃん500個、はい、誰もありがとう。いい、みんなのハートを和ませるのはあの子より、その子より、かわいより、ありがとうございます。怖いって、さゆきちゃん、さゆきちゃん、え、もうさゆきはもうできる。はい、あ、勇気、あ、ポジティブ全開、勇気、元気、さゆき、みんな好きやっちゃ、さゆきに会いに来られー、来られがいいからね、来られー、ちゃんとね、波があるんだよ、来られー、来られー、抑揚付きで、ぴょんぴょん飛んでる、いつも。あ、確かに、そう、そのイメージある。星の練習完了です、ありがとう。リオピのさ、ダモンデイがめっちゃ好きやね。え、わかる、うん、あのさ、リオピさ、うん、なんか見たく、見たくって使ってたの最近、うんうんうん、え、
そうなんかさ、はい、使い方がさ、使い方、その言葉の使い方がめっちゃお上品。なんかさ、静岡弁やん多分それ、うん、だから使ってるやん、キャッチコピーに、うん、フレーズか、キャッチフレーズに。でもさ、見たくなんて聞いたことないやんか。なんとか見たくみたいな。ほんまに使えるんだと思ってさ、マジびっくりした、うん、どんな感じ。え、なんかだから、まるまる見たくさみたいな感じで、なんとか見たくしたんだけど、そうそうそう、え、かわいい、え、見たくちゃん言ってるみたい。あ、なんかさ、見たいなみたいな、見たくないと思った、勝手に。え、あつし、ペンライトありがとう。ジェニーみたいな感じで見る。そう、ありがとう。何何だって、何々見たく、きのこのうんちゃ、え、これってさ、これは普通のやつ、これはタワーではない、これが10個になったら、そうね、もう一回やります、ありがとう。アミアヤもやって、どうしよう、1分もある、アミタンできるんで、あ、タワー、タワー来たやつ、やっぱこれタワーなんや、タワーか、なんかでもすっごい大きいよ、きのこの家、あ、きのこの家タワーです、これ、かけます、タワーか、ジョー、これ1分もやんの、気づいて、1分もやんの、気づいて、どうしよう、なになに、ミラーボールちゅうから、え、じゃあレジスタンス、レジスタンス、セーフレジスタンス、1分やんなきゃ、これなんか暴れてるんだけど、雪キノコキラキラスカートのウエストで5センチ覆って、自由になりたい、クロスを塗りながら仕分けているのは正しいことなんかあるわけないから、どこかで携帯の着メロなって、はい、誰かから遊びのお誘い、ここ好き、ルールじゃあキノコのうちパワーつるんで、ゆきちゃんのさ、このめちゃめちゃレイはうんざりが好き。あ、それそれ、じゃあキノコのタワーありがとう。あれはね、何回やってもね、もっと強くもっと強くで毎回やるから、どんどんもう頭吹き飛びそうになる。ね、前回よりも強くみたいな。見たくって結構使うらしいよ。タッチュンさん、音符ありがとう。マーボさん、レインボーさん、ありがとう。タッチュンさん、音符ありがとう。みーちゃん、ハートありがとう。ペンライトありがとう。じゅんぺい44さん、ほしい、レインボーさん、ありがとう。支払い期限が明日までですよ。ポンズさん、明日までです。今のでも明日までです。明日までです。かーちゃんさん、ミラーボール10個ありがとう。あ、のぶのぶペンライトありがとう。あわしま、ペンライトありがとう。あ、高速道路。ペン44さん、ペンライトありがとう。あと誰のモノマネする？アミアヤ。アミアヤ。でもマジで絶対に可愛くできない。ドキドキ、クルクル。何違うよ。じゃあニコニコ、クルクル回る。キラキラ。ニコニコ。じゃあ、キラキラニコニコじゃなかった？キラキラ。キラキラニコニコ、クルクル回る。アミタ。みんなを元気満タンにするで。みんなを元気満タンにするで。めっちゃひどい目で見ちゃった。ちょっと坂田さんと混ざったんじゃ今、うんうん、あ、そっか、え、元気、多分、え、みんなを笑顔満、幸せ満タン、元気満タン、誰に会いに来た、坂田、笑顔満タン、みんなを笑顔満タン、一緒、ジョーが、ジョーが、ジョーが誰、多分元気満タン見たんだよ、元気満タンやけ、うん、ふみかちゃん、ほんとありがとう、みんなを元気満タンにするで。あかけのすみさん、レインボースター10個ありがとう。ゆみさん、ゆみさん、じゅんぺい44さん、花束ありがとう。言っちゃって、ゆみはみんなのことが大好き、かわいい、かわいい、マジでかわいい、あの声がめっちゃいい、うん、わかる、ゆみさんの声がめっちゃ素敵、あやみ、あやみ、フルスイングですよね。待って、ナンバーの鉄人したぞ。ナンバーの鉄人といえば、え、違う、その前になんかあるよ、だって、え、合ってるかな、合ってるで、なんかあやみの笑顔に、つんちゃん、くま、ありがとう。なんかなかった、浴衣、あ、浴衣、みんなのハートにフルスイングみたいなやつ、ハートありがとう、ないっけ、まごさん、ありがとうございます。ナンバーの鉄人といえば、あやみ、あやみの笑顔にやみつきになれ。かわいい、ありがとうございます。チューチュー、レインボースターありがとう。こんばんは、はじめまして、ありがとう。うん、星投げに集合時間と終了、おやすみなさい、ありがとうございます。みんな早く出てください。ごめん、めっちゃ左太ももに体重乗せてたから、ね、ほのぴー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 さ、なんかいつも可愛いんだよね。ちょっとだけ助走つけてる。そうそうそう、後ろに。ほのぴーは、うちうちまたいねしか出てこへん、どうしよう、あ、ニコフーピーしますの前なんだっけ、キョルミン、キョルミョンジャチャさん、クマありがとう、ありがとう、ありがとう、あやみ本人いんの、あやみ、あ、正解だって、ありがとう、あやみ正解だって、ニコフーピーしますの前なんだっけ、えっと
はーいとか違う。それみんな言うし。あ、炎のように熱い。熱い。あ、そう、ハッピー。あなたのハートにリリコをハッピーします。え、これ可愛いよね。普通にさ考えたら可愛いよな。うん、なんかさ、ホノピーさ、なんか披露するときからさ、エルチの前で、うん、ちょっとギャグ混じりで言ってたやん。うん、でもめちゃめちゃ可愛いよな。くるみちゃんハート100個ありがとう。かもたんさんだるまありがとう。つんちゃんアイスありがとう。ありがとうございます。てりおさんラブレターありがとう。じゅんぺい44さん各種ありがとう。これってさ、ゆきちゃんが緑やから緑のだるまいっぱい。え、多分そう。すごいな。ペンライトとかも全部緑。かわいい。ランケツ力がありますね。待って、次誰する？ランケツ力がありますね。怖いんで、ちょっとフレームアウト。レーニャ、レーニャ。レーニャ。0番取ったんで。え、そうそう。この前なんかあるかな。みーにゃー。あ、待って。違うよ。なんかあるで。カウントダウンお願いします。カウントダウンお願いします。はーい。みーにゃー、にーにゃー、いーにゃー、れーにゃー。ありがとうございます。一番輝いて。0番取った。0番取った。あれやん。0番取ったんで。こうなるとちょっと気まずいの。取ったんで。みたいな。じゃあ次、あのこうやミラーボール来た1分間これ。オッケー。真顔でこれやります。写メも握手会も楽しみ。やったー、皆さん。ね、ほんまに楽しみやねんけどね。ほんとに。なんかさ、前オンライン話が終わった瞬間さ、うん、寂しすぎて、やばかったよね。なんか初めてのイベントやったからめっちゃ楽しかった。最後の部の最後の人の時にもう、張り切りすぎてもう、なんか泣きそうになって、なんかもう終わっちゃうって思ったら悲しくて。うん、ほんとにマジでもう。また歩いていきます。寂しくなる。ありがとう。さんちゃん、ハートありがとう。チャイさん、タコありがとう。しんやさん、ハートありがとう。頑張ってください。ありがとうございます。てりおさん、レインボースターありがとう。みーちゃん、ハートありがとう。寂しいやろって。そう、わかちゃんいますよ。わか、わかりたいの皆さん、わかちゃんいますよ。チープキリンです。はい、チープ、チープ。そう、寂しいですよ。チープキです。レインいません。リン不在です。ありがとうございます。チープ不在です。ヨウちゃん、誰もありがとう。ユウちゃん、結婚してありがとう。今度はランダムじゃなくて個別やから。あ、レイオ、安心してゆきのとこ行ける。レイオの自己紹介。確かに前回はあれだったもんね。レイオ、レイオは、レイオと一緒に出たことないからやったことないの。はい、任せてください。レイオのアイドル。あ、来た来た。え、なになに、何すんの。あの次、あのミラボールが来たら1分間これで止まるっていうの約束したからな、さっき。オッケー、じゃあ今の間になんか面白いこと言おう。うん、何にしよう。笑わしよう。うち、うちまたやねん。あ、終わった終わった。めっちゃ考えてたのに今終わりました。待って、令和の中、令和のアイドル、誰だけはチーピキ。注文するのは、え、待って待って待って、なんかいっぱい来ちゃった。なんか言われてた。え、面白いことよ、面白いことよ。プキ、あそこ誰かいる。あ、次次。なんだ、プキ、この椅子、ナイス。あ、次次。あ、次どうしよう。一番好き立て。笑った笑った笑った。それきついわ。え、ゆうちゃん、だるませんか、ありがとう。ナイスティップ。ちょっと待って。あ、待って、10分前だよ。自分で笑うのやめて、それ。ケイちゃん、花束、お花、バラのお花、ありがとう。ちょっとカエル顔切るからやめて。タイコ、紫のロスが、ありがとう。どうしよう、なんかあるかな。お疲れ様です。ジョー、キノコありがとう。からの笑ってるやん。からの今のこれ、ちょっと待って。だからそうそう、ありがとう。浴衣は、よしみ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 、よし、みんなでレッツメロディー。これは母ちゃんさん、みんなを熱々にするの。ミラボールありがとう。テリオさん、ありがとう。ヤシさん、かっこいい、ありがとう。タッチュンさん、アイスありがとう。出会ったよしみで、影のしみほさん、ミラボールありがとう。浴衣推しのマンボさんで、男子もくまミラボールありがとう。みんな、みんななんか、ちゃんとちゃんと待機。プキちゃんが待機してる間に書くね。ちゃんしも、ウィーウィー、ちゃんしも、なんか面白いこと言って。チータン、チータもじゃあ、あれしよう。やばいって、ランキング上がっちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう終わった。あと10分だよ、プキちゃん。やばいって、こんなことしてる場合じゃないよ。タッチューさん、ハートありがとう。令和の中央にいるのは、チャンシモ、クマタワー、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。やばいみたいな顔して。チータン、はよやって。は
よつむじょう仲間やばい。いや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 、ジョーハートありがとう。おはようだって。おはようだって。ヨウちゃんハートありがとう。何やってんの。メアのキャッチフレーズ、おはよう。ジョーハートありがとう。どういうことよ。メアちゃんかわいい、ありがとう。メアさんありがとうございます。シッキえ、2週間、2週間、2週間、待って待って、2週間やってきた。レオちゃんの答えが出てる。え、そんなにレオ終わったよ、もうレオとでも、レオおはようとか言うんだから。レオも終わったで。おはようって何やったじゃん。なんかレオのキャッチフレーズおはようとか言い出したら意味だから。2週にやってきた。元気いっぱいのヒロイン、その名も2週間。見たことのない景色へ、ステージだよ、ステージへ一緒に行ってくれますか。ここは違う、ちょっと声が見たことのないステージへ一緒に行ってくれますか。うまい、ちょっとリオピ、リオピディスてます。じゃあ、ね、あなたのリオピ何だっけ最初、ね、チタのことディスてる。深夜さんバラありがとう。富士山見たく日本一になるのは、うん、リオピ。みんなも一緒に頑張る。チャイさん、クマありがとう。ずーっと見ててよ。チリオさん、あなたもありがとう。タッチさん、ハートありがとう。カッチュークで。ジョー、紫のやつありがとう。追加した雪のなくし会してるのあるから完売。あ、なくせんしてるのあるから完売だ。おめでとう。ありがとうございます。大阪かな、大阪のなくし会かな。急遽集まると楽しいな。そうなんです。皆さん、あと7分ですよ。はい、あと7分らしいです。皆さん、ポンポンしてくれないんですか。ゆかたん、おしがまーぼさん、かわいい、ありがとう。ポンポンしてくれないんですか。リモノさん、レインボーさん、ありがとう。カシャカシャしてくる、わかちゃんが。みんなと一緒に頑張る。この形キモくない。みーちゃん、こうじゃなくてさ、ありがとう。最後例、わか。次のさ、アドレナリン、これやろうかな。上に乗って今やってみます。足の上に、来ちゃった。いちゃいちゃ。あ、ほら、笑わせてみ。はい。プキ、どうしよう。プキは、エビ。シタン、シタン、変顔して変顔。いいよ。こっちに向かって。やだ。おーちゃん、それできるの。あ、おしも、お手紙ありがとう。待って。どうも、ペンライトありがとう。みそら、あ、みそらの自己紹介。待って、分かった。分かった、分かった。エビ。あ、こっちだけど。終わりました。あ、また始まった。カニ。エビ。カニ。エビ。カニ。アゴピ。いや本当に無理かも。ね、アゴピ今日の声ありやねんけど。アゴピ本当にちょっと無理かも。シーソフトクリームありがとう。何やろ。何やろ。何やろ。ギャルピ。あ、ちょっと待って。涙出るよ。ちょっと映りませんよ。ねえ、なんだ。ちょっと、ありがとう。これは例だからダメです。鳥が言っちゃうよ。もう、やめてよみんな。北野大地さん、ミラボールありがとう。ね、ダメ。ね、本当に。チャンさん、タコありがとう。やめてあげる。あくげのしみょさん。ね、ちょ、みんななんか、あ、ありがとう、ミラボール。ごめんね。あくげのしみょさんと、北野大地さん、ゆかった、青島麻帆さん。サンさん、ミラボールありがとう。12、青島ありがとう。はい、じゃあ私も大丈夫です。11、高速道路ありがとう。10位、シン、ありがとう。サンさん、ハートありがとう。ありがとう。テリオさん、拍手ありがとう。ちゆうちゃん、ありがとう。もう携帯充電なくてやばい。7位、スノーマン、ありがとう。ミラボール。6位、タムタム、ありがとう。すみません、ありがとう。5位、ジョー、ありがとう。4位、チョウシモ、ありがとう。終わっちゃった。3位、コウヤ、ありがとう。はい、読みまーすと。ナナカちゃん、ありがとう。はい。1位、タイコ、ありがとう。そして、皆さん、13位ともたんさんありがとう。12位てりおさんありがとう。11位ポンズさんありがとう。10位さんさんありがとう。9位たっちゅんさんありがとう。8位くぼちゃん、エビありがとう。7位北野大地さんありがとう。6位赤毛のすみほさんありがとう。5位ひでみちさんありがとう。4位つんちゃんありがとう。3位やすさんありがとう。2位部長さんありがとう。1位かあちゃんさんありがとう。おお、すごい、ありがとうございます。チャイさん、リスありがとう。クマタワーありがとう。やばいね、ほんとだから。ありがとうございます。エキストラの方です。エキストラの紹介をしたいと思います。こちらの青森若さん、ありがとうございます。そして変顔してる青森ゆかさん、ありがとうございます。青原姉妹が推しのマーボさん、かわいい、ありがとう。え、大丈夫やな。うん、ゆかさんは中学校1年生なので。中学校1年生、わかった。ありがとうございます。明日はね、6時半ぐらいからしますので、最後は星投げ終わった。ありがとう。ツイートするね。あ、そうだ、TikTok 始めたので。私も明日の時間は、うん、
ぜひ見てください。ツイートします。待っててください。多分6時か6時半からです。エキストラありがとうって。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなありがとうございます。楽しかった。みんなレイポンとユキのありがとう。応援してるよ。ありがとう。応援したい。2回目2窓。あ、ミラボール来た。ありがとう。あ、お姉ちゃん痩せたやって。嬉しい。本当に言ったよね。だからそう、なんかユキちゃんも前言ってくれたの。見てください。マジでみんな痩せたくない？見ないっすと思う。やっぱリハで動くっていうのもあるし、うん、本番近づくと、ブログ書かないとっていうのもある。後ろ誰かいるだって。え、怖っ。誰？さっきほうちゃんいたけど。頑張りましょう。残りあと2日か。頑張ろうね。さよなら皆さん。さよなら。キラリンビームさん、なんだっけ、レインボースターありがとう。青原姉妹ありがとう。だっていい。ありがとうございました。こちらこそ。ありがとうね。練習もあるのに。行くよ。こちらこそ。マーボさん、かわいい、ありがとう。赤毛のすみほさん、ミラボール、ありがとう。ありがとうございます。オッケー。気をつけて帰ろうね、みんな。本当に帰るです。楽しい配信ありがとう。ありがとうございます。下から下から最悪。下からやばい。お疲れ様でした。ありがとう。頑張ってください。ありがとうございます。わかった。ありがとうねって。ありがとう。こちらこそありがとうございました。いやー。応援してるよ。ありがとう。応援してるよ。ありがとう。かわいい。ありがとう。あ、皆さん明日スマコネらしいです。おお。ポンちゃんの？公開します。マジですか？らしいので。え、てっぺんラジオもお願いします。あ、お願いします。すごいです。ラジオ祭りです。SNS じゃねえわ。宣伝の場になってますね。はい。なってますね。ツイッターのフォローと、はい。ツイッターのフォローと、あ、TikTokと、はい。あと握手会とか、握手会とか、四次受け付けが始まるんで、世代交代前夜公演もありますし、お願いします。はい。はい。あ、はよ帰りやとスマコネもお願いします。ゆかさん、JC ははよ帰りやだって。JC じゃないよ。お疲れ。あ、ルームスもやっぱ9月になったんでね。本当皆さん、月始めにお願いします。私もこれから更新します。今から全部してる。ありがとうございます。あとお芋のね、スイーツもお願いします。あ、お願いします。ちょっとそれはよく、あ、待って、どうしよう。59。もうどうする？配信だって切れちゃったら怖いじゃん。喋ってたうちに。いや、切れそう。ありがとうございます。あと30秒だって。え、あ、30秒。じゃあ切ります。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。お邪魔しました。さよなら。お邪魔しました。ありがとうございました。お二人の応援をお願いします。バイバイ。